さあ行きましょう。どこ向いてるんですかね。すごい。いやこれすごいですよ。やばいですねこの右の。あの右の白い建物ぐらいですね。お家に打つんですかね。やばいですね。いやいい。俺にセオリーはないテホソン。すごい。いやー。何ヤード曲がるんだ。これでも左になりましたね。今完全に右 の、はい、あの家というか、はい、あっち向いてましたよね。ざっくり直線で結んだらやっぱ40は右向いてたと思いますね、はい、相当右向いてましたね。じゃあここからですよ。来たてかまず打ち出しから相当左に、ね、行ってましたね、はい、すごいですよ。意外とグリーンの方に打ち出してますね。いやーすごいです。なんですかね。でも今これで、まあ、スピン軸もドロー軸にもちろん入ってるので、うん、ここまで、うん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 、キャリーした後のボールの回転軸も当然ながら風向きとドロー軸で落ちた後に、左にいわゆるカニ回転ってね、横回転みたいな話になってますね、うんうん、はいはい、これもチェホソンのスイング理論の本をどこかが出版してないですかね。はい、いやチェホソンの世界ですね。いやそうですよ本当にあの、ね、はい、そういうコメントが、ね、いっぱい来てますよ。もう本当にもうね、あのホソンのスイング見てると他人事とは思えないって、はい、親近感があるんですね。まあ、そうです、あの次元が違う。いやもう本当になんかこうある意味自由でいいですよね。あのアライメントとかまっすぐ構えるというね、もちろん基本的な指導がありつつ、ゴルフっていうのは本当に自由なんだなと。でまたこういう選手が活躍することによって非常にこう発想が広がっていくし、あの一つじゃないんだなと、正解は一つではないというのを再認識させてくれるよね。素晴らしい選手ですね。チェホソン選手、私もあの日本オープンの時にちょっと観戦に、うん、あ応援に、ね、はい、行かせてもらってちょっと一度ゴルフ場で見てみたいと思って行ったんですけど、はい、やっぱオレンジの帽子を毎日かぶってるの で、はい、そうですね、見つけやすいんですよね。スイングも独特ですし。そうなんですよ、うん、このカラーコーディネートも独特じゃないですか、はい、この日本人ではなかなかしないこの色の感性というか、うん、さあ行きましょう。チェホソンバーディートライ、どこまで来る、来い来い、カモンカモン、入る、おお、ガッツポーズ出ましたね、2回チェホソン。いやだからいいんです。大絶賛です。もう本当にだってこうやって中継が入ってて、そこでこのロングパット決めますから、はい、もうゴルフ界のトリックスターですね。ちょっと井上さんそれいただいてもよろしいでしょうか。はい、ちょっとメモっとこう。なんか目が離せなくなっちゃいますよね。はい、はい、もうそうなんです。じゃあ何が起きるかわからないのがいいですよね。そうですね。来た。どういうスイングするかもわからない。もうそれこそあれですね。あの我々コーチやってますけど指導者いらずですね。